それでは最後ですね、ロード学園祭とサロット IO ということで、ロードレースの日本ユーザーグループ代表の古川陽介さんにお話しいただきます。古川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはあれですね、最後不利ですね。言いたいこと結構言われちゃったなっていう気もしたんですけど、ロード学園祭とサロット IO という発表をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、私は、Twitter とか GitHub や陽介アンダースコア古川とか陽介ハイフン古川みたいな、ID でやっています。で、Node.js の日本ユーザーグループの代表をしています。あとは、Node.js のコラボレーターやってたりとかエヴァンジェリストやってたりとかやってます。でちょっとあれなんですけど、だいぶ前に2015年かなに、Hexy.fix っていうあの六角形の、僕のここ見れば分かるかもしれないですけど六角形のステッカーを集めてた時期があって時期があって今も集めてるんですけど、六角形のステッカーが作れる簡単に作れるサイトっていうのを今日作ったことがありますと。でこれ思い出しましたそうなんですけど、はい、そうなんですけどこれ前作っていただきましたよね六角形のやつ、これ超可愛くて、今でも見れると思うんですけど、中の人であるだけであって、実際にサービス運営してるのはあれですね、エンジニアリソースを貸しただけです。あ、ですね。はい。しまった、インターネットが遅いかな。あ、こんな感じですね。ちょっと分かりにくいんですけど、これ六角形です、ね。これだけ見ればいいか。これ見れば、はい、六角形ですね。これも分かりにくい。というわけで六角形の、ステッカーとかを作って、前にエサーさんからちょっとこういうのを作ってもらったんで可愛いなと思いました。で、ちょっとすみません、番宣というか宣伝なんですけど、今年も東京ノード学園祭やろうと思っていて、2017年ということでやろうかなというふうに思っております。で、今でも使っているんですけど、ぜひエサーさん、エサーを活用していただきたいなというふうに思っています。で、おそらく深谷さんがいらっしゃる、はい、今日欠席、はい、前に Ruby マガジンで深谷さんからエサの話で技術系イベントのコミュニティのスポンサーをするということで、今農業ロード学園祭はここでエサを今格安とか無料でですよね使わせていただいているというところで、はい、本当にありがたいなというふうに思っております。はい、で、ロード学園祭を支える上でのツールは、コミュニケーションツールは Slack を使ってたりとか、会計管理は Google スプレッドシートでやったりとか、スポンサーへの資料は Google Docs でやってるんですけど、皆さんご存知の通り一番重要な共有ドキュメントは餌でやっておきますということですね。はい、で餌を使ってるんですけど、実は使ってますって言うんですけど、そんなにヘビーユーザーじゃないんですよね実は。ただ一応いつも内部ドキュメントを共有するときは基本的に餌を使うっていうふうにはしています。で、今回、知りたいというところの一つとして餌をどうやって使っているかっていう話なんですけど、基本的には学園祭メモとして活用しております。会場だったりとか懇親会とかゲストスピーカー誰呼ぶかとか、あと議事録とかスポンサーとかエトセトラエトセトラですね。その他もろもろ、とりあえず、今回のキーワードとしては雑にっていうところで、雑にメモ帳として使うっていうことを結構やっていますね。で、餌のお気に入り機能、3つぐらいあるんですけど、1つ目が、これさっき出ちゃったやつなんですけど、ストックとフローの機能ですね。議事録とかアイディアっていうのは基本的にフローなので、シャープフローっていうのをつけておくと勝手にフローになってくれるんですよね。でそれ以外は、ちょっと溜まってきたやつとかはシャープストックっていうふうにするとストックになって、フローとストックっていう考え方が基本的なこの文書管理の理念として最初からコンセプトに入っているというところが好きだなというふうに思いました。で、これ何がいいかっていうと、正直あんまり意識しない時もあるんですけど、意識的にこのフローとストックって分けておくことで、雑な内容はフローにとりあえず上げておけばいいかみたいな考え方ができるんですよね。なので自分たちの思いがスラックとかだと流れていっちゃうんですけど、流れていってもいいんだけど、餌とかに一応集約しておくと、後から振り返ることも結構割と簡単にできるっていうのがあります。なのでこう雑に上げられる、雑に自分たちの思いを伝えられるっていうところが一つ好きだなというふうに思います。であとはさっきも言った通り、スラックとインテグレーションしてたので、簡単にスラックとインテグレーションできて、しかも、あれですよね、ショーモアとかやるとちゃんと全文見れるようになってますよね。結構、凝ってますよね。ウェブフックの作りが凝ってるなというふうに思いました。なので、結構その、
会場を取って AMD を変更したって言った時に何が変更され何が変更されてるのかっていうか中身とかもちゃんとスラックの中で完結して見れるし、ちゃんと中身見たければその餌に飛んで見れるしっていうところですね。なのでかなり凝った作りになってるなと思いました。なので最初からそのしかもこれスラックだけじゃなくてヒップチャットとかあれですね、 LINE とかLINE もできます、ね、そうですよね、はい、その他もろもろなんか戻ったコミュニケーションツールともこうあらかじめ連携できるように作られていて、まあ、その辺は素晴らしいなというふうに思いました。あと記事の外部公開が簡単、これ結構あのたまに使う時もあるんですけど、シェアディスポストってやると、まあ、これ記事を共有しますかって出てきて、でそのままこれ外部公開できる URL が増えると、であとその最終的にプレゼンテーションモードとかにもできるっていうところもあって、ここのお気に入りポイントとしては内部と外部の境界が境目が薄いんですよね。で内部に書いても最終的に外部に公開できるようにも作れるので、よくあるのっていうのは、まあ会社とかでよくあるのは内部の公開資料と外部の公開資料はあんまり きっちり分けた方がいいっていうふうに教えられると思うんですけど、まあ、それはそれで一つの考え方だと思うんだけど、勉強会の運営だったりとかそういうのっていうのは内部と外部の境界なんてすごい曖昧だし、まあ、本当にセンシティブな情報以外は基本的に公開してもいいとは思うんですよね。なのでそういうことがしやすくなってるのはいいなというふうに思いましたっていうところですね。で、あと餌に対してウィッシュリストというか、なんか欲しい機能あるかなと思って考えてたんですけど、あんまなかったんですよ。で、強いて言うなら、Node が最近 Node.js で、本格的に流行ってるのがテキストリンクっていう機能があるんですね。まあ、あんまりそういうもともとの理念からすると雑に公開できるところは理念のいいところだと思うんで、まあ、それとカニバってしまう機能になっちゃうかもしれないんですけど、なんかこう使用書とかもっと固いドキュメント書きたいなっていう時も共有ドキュメントの時はあるかもなと思っていて、その時はテキストリントとかそういうそのリンターツールが組み合わせられてるといいかもなとちょっと思いました。確かさっき今回使ってるって言ったら申し訳ありました、はい、そうですよ。その時になんかデスマスがちょっと揺れたりとかするのもあると思うんですよ。そういうのテキストリント使うとデスマスが揺れてるよってちゃんと教えてくれるんで、まあかっちりしたい時だけ使ってもいいかもなと思いました。まあ別にそれは別なエディターを使ってもいいと思いますけど、まあエディターとアップローダーをが今一つになってることがいいことかなと思うので、はい、なんでぶっちゃけて言うとあんまりないですっていう話です。で、いくつか教えてもらいたいって言われてたのの一つがコミュニティにおける情報共有のコツなんですけど、僕らは基本的には本当何もあんまり情報共有するぞってやってるわけじゃないんですよね。すごく雑に運用してます。でなんで考え方としては何でもいいから雑に意思を表明する、で業務じゃないので雑でいい、あの人呼びたいとかこの会場を出そうとかこういうことやりたいみたいな話が結構いろいろこう飛び交うのがいいかなというふうに思っていますと。でただしやっぱり外部に見せる場合っていうのもあるので、その時は整形しなきゃいけない。例えば E メールで具体的に招待連絡どうしていくかみたいな話とかは外部に見せる情報としてこう公開していかなきゃいけない時もあるので、そういう時は整形して出すっていう、まあ、さっきのフローからストックにしちゃったっていう感じですね。やってるって感じです。なのでどうやってやってるかっていうと、最初はこうスラックで適当に交流するんですよ。懇親会でライブビデオジョッキーのライブコーディングとかあったら楽しそうだなみたいな話、急にメンバーから来るわけですね。相談していたのですよとか、でライブコーディングで DJ ビデオジョッキーめっちゃ興味あるって書いてあるんですけど、僕はこれ何やるか全く分かんないんですけど、ライブコーディングできる DJ とかビデオジョッキーが紹介できますよって言われたんですけど、本当マジ何やるかなとか思ったけど、まあ面白そうだからやってみようみたいな話とかをこう盛り上がってやってたら、まあ、ある程度の話が来たらその議論のスナップショットをまあそのままスラックでペットコピーしてフローにしてパッと貼って餌に交流する、懇親会アイディアみたいな感じで、で、まあ、アイディアある程度形にしたらストックとして固定する、こういうふうに予算について相談しなきゃいけないとか懇親会どうしなきゃいけないみたいな話をちゃんとこうトゥードゥーリストとかも管理しながらストックとして固定していくっていう感じですね。なので、まあ多分売りの一つなんだと思うんですけど、こういうふうに最初は雑にこうスラックで共有した情報をちょっとそのフローとかにしながら、アップロードして、でさらにあとある程度まとまってきたらちゃんとアーカイブにしてっていう感じの考え方がいいかなというふうに思いました。はい、でこれも聞かれたんですけど、運営をうまく続けられる理由って何かありますかって聞かれたんですけど、まあ、特にない言うけどなんかあんまりそんなコツなんてないんですよみんな気が
やっぱりここで重要なのは、なんだろう、ここから先はちょっと僕のリーダー論みたいなところになっちゃうんですけど、自分の思いをやっぱりいかに伝えるかっていうところが、コミュニティ運営にとっては一番重要かなと思っていて、僕とかだと、例えば、ノード学園は今、ローカルコミュニティの一つなんですね。日本でしかやってないし、まあ、日本のコミュニティなんだけど、ただやっぱり、アジアとか諸国、あと世界ともつながっていきたいので、まあ、なんとなくスローガンみたいなのを決めていて、今年とか去年とか今年のスローガンでいくと、To be more global っていうのと、To be more interactive っていう、もっとよりグローバルな意識をしていこうっていう話と、もっとよりインタラクティブにしていこうっていう、意思を込めてコミュニティを運営しています。なのでその思いっていうのを、まあ、いかに伝えるかっていう話と、あといかにみんなの意思を引き出すかっていうところですね。僕自身もやっぱりそんなあんまりしっかり知っているリーダーじゃないんですよ。別になんかこうやってやっていきましょうとか、そういうこう意見を打ち出すような、みんなをこうちゃんと管理していくようなタイプじゃなくて、割とまあ俺の行きたい方向にみんなでついてきてっていうのと、みんなからのヘルプが欲しいっていうタイプのリーダーなので、そういうみんなからの意見をどうやって引き出すかが重要かなというふうに思っております。で、まあ、なのでないって言っちゃったんですけど、運営をうまく続けられるように強いてあげるんであれば、いろんな意見を言っていい雰囲気作りだったりとか、みんなの思いを集められる仕組み作りっていうところがやっぱり、運営をうまく続けられている理由かなというふうに思っています。というわけでですね、こちらもつなげると、みんなもの思いをちゃんと集められる仕組み作りのところで餌を作っていきたい、使っていきたいと思っているので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますというところです、はい、はい、というところで3分ぐらいなんですけど、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。